稲葉に王子は、和歌山県西室郡上富田町にある神社。熊野山京道、中辺地沿いに位置する、九十九王子の一つで、かつ五大王子でもある、稲持王子、稲葉、稲羽ねとも、和歌山県指定史跡。平安期から記録に見え、中期に、稲羽王子社とある10月22日以のが、 資料上の所見である。この後、赤月期初週の元売員三景記兼任元年10月13日上に、純五代王子、鎌倉時代末期の熊野演起には五代王子として祀られていたとあるほか、足利義満の即室北野伝の熊野三景記熊野参り、日記応援34年9月26日上にも五代王子として言及されている。祭人は、 稲荷神の姿をした、今後同時であり、稲荷王子と円ンが初めて会ったのが、稲羽王子だとの説話が伝わっている。金星は、岩田村の産砂神とされ、本殿は一軒四方であった。1915年に、岩田神社へ合祀されて、翌年に社殿を移されたが、1956年に、旧社地へ分霊を遷座した。ABCDEF 平凡社。 1997-98-ABCD 角川日本地名大辞典編纂委員会1985-141県指定文化財記念物和歌山県教育委員会2009年2月7日閲覧ありがとうございます